こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田悟と申します。どうぞよろしくお願いします。今回もコモディティのことについてお話をします。後編ですね。コモディティ投資で勝つために必要なことということです。前回はこの前編ということでですね、お話をしました。ざっくりのですね、概要をお話をしました。 今回は前回述べた問いへの答えですとか、具体例をもってですね、説明をさせていただきます。では、こちらをご覧ください。合計6点あります。まずは、鳥になって俯瞰をしようということですね。これは非常に重要です。 これ、コモディティのマーケットに限らずということなんですが、これはですね、現代の市場とつくですね、あらゆるその市場についての分析のためには、この俯瞰というのが必要なんですね。これがなくて、マーケットを説明をしようとしているので、矛盾が生じると言っても過言ではないです。こちらなんですが、ここはですね、前回までのまとめも一部含むんですけれども、正しい分析には、材料の俯瞰と、 影響力の足し引きが必要です。で、現在の常識を踏まえる必要があるということですね。これは過去の常識を否定をすることによって現在の常識が見えてくるということで前回申し上げました。一つは複数の抽象的なテーマを設定をします。時間軸別です。そして材料を テーマごとに分類をします。そして、それぞれの材料金の上昇と下落の圧力を足し引きをします。まあ、相殺をするということですね。この3つの作業を行うことによって、結果、材料の負荷、営業力の足し引きを実現することができます。で、これをですね、その実現することによって、 過去の常識に囚われている多くの投資家さんがいるというですね、今の現状において一歩ですね、先に進んだ投資家になれるという意味で相場格言ですね、人の行く裏に道あり花の山。これを体現できると私は考えています。いち早く新しい常識を取り入れた投資家が花の山にたどり着けると。 ということですね。ですので、まあこういったですね、材料の俯瞰と影響力の足し引きなしで、現在のコモディティ、あるいは株式、あるいは通貨、暗号資産、金利、不動産等々ですね、あらゆる市場を分析をすることは現状不可能だというふうに考える必要があります。では、その俯瞰ということについて見ていきますと、まあこういうことなんですね。 俯瞰というのは鳥の目をイメージをすることです。鳥が飛んでいます。こういったですね、地上にあるほぼすべてのテーマを見下ろしています。一度にすべてを見ています。俯瞰をしています。そして時間軸に分けた短中期、中長期、長長期ということでですね、時間軸に分けたこういった合計7つのテーマを見下ろしています。 抽象度を高めて材料を7つのテーマに分類をするということで、これは金の例なんですけれども、金であれば、単中期、有事のムード、代替資産、代替通貨、中長期、中国インドの宝飾需要、中央銀行、鉱山会社、超長,長期、見えないリスクということで、時間軸に分けたですね、3つの時間軸に分けた7つのテーマを、この鳥は全て見ているということですね。 一度に見ている。俯瞰をしている,いるということですね。7分類したテーマを網羅する視点。材料を点で見ないということですね。つまり鳥は全部を見ているわけなんですが、例えば有事のムードだけを見ている。あるいは代替資産だけを見ている。ではないんですね。全部を網羅する視点。俯瞰をする力をですね。養っていくことによって、結果、 過去の常識から脱することができるということです。過去の常識はシンプルでした。前回ですね、述べましたけれども、シンプルで材料を点で見る傾向がありました。有事があるから金が上がるんだと。ドルが下がるから金が上がるんだということでですね、ドルと金の関係だけ、有事と金の関係だけを見ていたわけなんですね。今はそういう常識ではですね、相場は説明はできませんので、 こういった7つのテーマを見下ろすことが必要です。では、ここでですね、前回述べた2つの重要な問いについての回答をします。問いは、こちらでしたね。1つ目は、なぜドル高なのに金相場が上昇しているのですかという問いですね。過去の常識で言うと、ドルと金の関係だけに注目をすれば、 ドル高であれば世界のお金という共通点を持ったドルと金においてドルに注目が集まるので相対的に金への注目が下がるということで結果ドル高、金安が起きると。つまりドル高の時には金相場は下がるというのがですね過去のその常識だったんですね。ですが今現在、足元、こういった状況においてですね 金相場はドル高なのに上昇しているわけなんですね。なぜかということですね。で、そこについて、これは、まあ時間軸で言えばですね、短期ですので、この3つのテーマを持ってきます。有事のムード、代替資産、代替通貨、この3つなんですね。これらにおいてですね、細かいこういった具体的な材料を分類をするわけです。で、この上でですね、起きていることは、例えば、 代替通貨のテーマの中で考えていくと、ドルの代替需要減少ということで、下落なんですね。金相場下落ということですね。こういったアメリカ金融引き締め、ドル高、ドル金利上がると、まあ、こういった状況の中でですね、ドルの代わりとなる金の需要の減少ということで、金相場の下落要因というふうに言えると思います。これをですね見て、なぜドル高なのに金が上がっているのかという問いが生まれてきたわけなんですが、 ここに関してですね、これと同時にですね、同時に起きていることは、代替資産の点で言いますと、株価不安定化ということで、株の代替需要が増加ということで、金が買われている要因が生まれていますと。そして、ウクライナ情勢の悪化、中国コロナ感染拡大、インフレへの不安ということで、資金の投資先需要が増えているということで、金が買われて、有事のムードの側面においては上昇ということなんですね。 材料を俯瞰をすることによって、点で見ないことによって、この問いに明確に答えを出すことができるわけです。つまり、有事のムードは上昇。代替資産は上昇。代替通貨は下落ということで、その結果上昇と。ですので、ドル高なんですが、金相場が上昇と。まあ、こういうですね、説明ができるわけであります。 まあ難しくはないですよね。俯瞰的に見て材料を分類をして影響力をですね、相殺する、足し引きをすることによって説明ができるわけなんですね。明確にこの問いについては回答を出すことができるわけです。では原油なんですが、なぜ OPEC が増産をしているのに原油相場が上昇しているのですかという問いですね。OPEC の増産というのは供給量の増加、 時給を緩める、価格を下げるということで、下落要因のはずなんですね。しかし、増産をしているんですが、原油相場が上がっているということです。なぜかということですね。こういう問いが立つわけなんですが、これもですね、同様なんですね。で、単中期的なテーマが3つあります。産油国の正常、産油国の政策、需要動向ですね。そして、この真ん中なんですが、OPEC プラス毎月増産、 加えてですね、備蓄放出というふうに書きました。まあ、こういった材料がですね、具体的な材料があって、これを産育のその政策というテーマに分類をします。そうすると、供給量が増加するということで、原油相場に下落圧力がかかります。確かに、この点で言えば下落なんですね。しかし、現在の常識で考えていきますと、材料を点で見ないというですね、条件がありますので、 この点だけを見るのではなくて、こういったですね、他の正常であったり、需要であったりというテーマを同時に見ていくことが必要です。え加えて言えば、需要動向で言いますと、IMF、世界経済のね、見通しの引き下げであったりですね、株価不安定化ということで、需要減少懸念があって、こちらも下落圧力なんですね。しかし、こちらなんですが、産油国の正常ということで、ウクライナ情勢の悪化、 ロシア囲い込みということで、世界全体的に見れば、原油の供給量は減少する懸念があるということですね。こういった強い懸念が供給量減少の連想を生んで、原油相場に強い上昇圧力をかけていると考えられます。ですので、強い上昇、下落、下落、結果上昇と。まあ、これが今現状のですね、原油相場なんですね。ですので、この問いにつきましても、明確に 答えを出すことができるわけです。産油国の政策、需要動向起因の下落圧力を産油国の正常起因の上昇圧力が相殺しているということですね。相殺してあまりある上昇圧力が存在をしているということですね。まあ、こういうふうにですね、短中期的なテーマを俯瞰をして、材料を分類をして、影響力をですね、相殺をして考えていけば単純な問い。 に対すする単純な答えを出すことがでできるんですね、まあ、こういうふうにですね考えていくのが現代のコモディティマーケットを分析していくです、ね、ための必須スキルであるというふうに考えていますではですね目先なんですが金についてはドル高でも上昇するというふうに考えますこちらなんですが単中期のテーマは3つありました ですね、足元起きているようにドル高でも金が高いという状況というのは今後も続くということで考えています有事のムード金印の上昇圧力代替資産金印の上昇圧力、まあ、こういったです、ね、上昇圧力が代替通貨金印の下落圧力を相殺するということですね目先短中期的には金相場は上昇しうると考えていますで一つですね超長期ということで ここですね、見えないリスクということでですね、サイバー攻撃が横行する可能性が指摘ということで、ハイブリッド線起因の新しい戦、ね、先方ーンのリスクと、これが超長期的な金相場の上昇要因になり得ると考えています。これまではこういったです、ね、水平の平行の線があったわけで、こういったです、ね、中長期的な材料によって支えられる。中長期の材料によって抑えられると。 まあこういう図式があったわけで、まあ、細かい点で言うと、こういった赤いですね、細かい上げ下げについては、短中期の材料があったわけなんですが、今後については、この長期的なですね、支持線と抵抗線というのは、切り上がるというふうに考えます。切り上げる理由は、ここですね、見えにくいリスク、ハイブリッド戦金印のリスクが意識されて、超長期的な資金の投機先需要を増やすと。 ということですねハイブリッド戦というのは、例えばサイバー攻撃ですとか、ですね国籍を隠した兵士の暗躍ですとか、まあ、武力ではないんですね。戦車も戦闘機もまあ動かない、けれども、甚大な影響を及ぼすことができる戦法なんですね。見えないために意識されにくいんですね。今ですね現状もでですすねウクライナですとか あるいは一部台湾でもという報道がありますけれども、こういったところでですね、サイバー攻撃等ですね、ハイブリッド戦というのは今まさに起きていると言われています。起きていることがですね、後に分かったときに大きなですね、リスクとなって人々は意識をすることになると思います。この時にですね、金相場においては資金の投資先需要が増えて価格が上がると。見えにくいんですよね。 ですので意識されにくいんですが、絶えずこういったリスクが存在しているということなんですね。え加えて言えば、ハイブリッド戦というのは、軍事に比べてお金がかからないという側面があります。もう一点言えばですね、同時に起こすことができるという点もあります。そして、長期的にですね、まあ、長引かせることができるという点もありますので、長引かせることができる、同時多発が起きるとですね、費用がかかりにくいという点で言えば、今後ですね、 世界各地でハイブリッド線が横行する可能性はあると思います。こういった不安がですね、定理をしていれば、まあ、やはり金相場にとっては、需要ですね、その資金が入ってきやすい環境が続いていくと考えられますので、超長期的に見て、底上げ、上値切り上げということは起きていくんだろうと私は考えています。まあ、こういった点もですね、まんべんなく見ていく必要があると思います。 では、原油なんですが、目先はオペックス増産でも上昇と書きました。こちらの通りですね、足元起きていることが今後も続くというイメージなんですね。参油国の政常起因の強い上昇圧力があって、それと同時にですね、参油国の政策起因の下落圧力、需要動向起因の下落圧力が存在し、合計してですね、相殺されて価格上昇ということをイメージをしています。で 現状のですね、その単中期の話で加えて言えば、まあ、こういう図式なんですね。今、上昇圧力と下落圧力というのが同時にかかっているというふうに申し上げましたけれども、例えばですね、この制裁の応酬とですね、備蓄放出と、まあ、こういう点で同時に見ていきますと、制裁の応酬が需給逼迫懸念を強めているという話ですね。これは原油相場の上昇要因です。 で、西側とロシアというのがありますけれども、西側はロシアに有利にならないように、ロシア産のエネルギーを買わないようにしようという方向で進めています。つまり、西側は買わない。買わない西側ということですね。同時に、ロシアは西側が不利になるように、ロシア産の資源、エネルギーを含めてですね、資源を出さないという対抗措置をとっています。ですので、 出さないロシアという点ですね。ですから、買わない西側、出さないロシアと、まあこういう点なんですよね。で、その結果、世界全体で見た場合における時給というのが引き締まる、逼迫する方向にどんどんと今進んでいるわけなんですね。ですので、制裁の応酬が時給逼迫懸念を強めていて、原油相場に上昇圧力をかけているというのが現状だと思います。 よく新聞等でですね、OPEC プラスは何をやっているのかという話が出てくるんですね。OPEC については、例えばサウジアラビアですとか、UAE ですとか、イラクですとかですね。まあそういった国々というのは、計算上はですね、その数字上は、その増産するですね、余力はあるんですね。あるので、その余力を使ってくれたら、増産ができて、供給が増えて、需給が緩んで、原油価格が下がると。 まあこういうですね、期待を持っているわけなんですね。主にまあ日本を含むですね、その消費をする側はなんですが、しかし、OPEC プラスというのは、実はロシアがですね、グループの中心的存在なんですね。2016年、OPEC と非 OPEC、これ OPEC プラスのですね、起こりというふうに言われているんですけれども、それ以降ですね、2020年の3月までは、 オペック総会を開いて翌日に非オペックとのですね閣僚会議ですね合同の会議を開いて方針を決定していましたつまりオペックが決めて非オペックを含んでそれが追認をして方針を決めていたんですねつまりメインはオペックだったんですサウジをですねメインとしたオペックが中心となってオペックプラスの方針を決めていたんですが2020年の4月以降ですね実はですね。 オペックのの会会合、オペック総会といいいうのは開かれていないんで、すね。OPEC 総会を開かずに、非 OPEC との会合ということで、OPEC と非 OPEC をです、ね、合わせた OPEC プラスの会合だけがですね、何度も開催されているんですね。と考えていきますと、サウジの影響力というのは低下していて、 非オペック側のリーダーであるロシアの存在感、影響力というのがどんどんと高まっているというのがですね、足元のオペックプラスの現状であると言えると思います。と考えていきますと、オペックプラスのですね、実質的なリーダーはロシアなんですね。そのロシアがリーダーをより世界全体的に見れば時期を逼迫ということで、原油層は上昇と。まあ、こういう図式になっているわけなんですね。 で、え、下落圧力もちろんかかってます。え、備蓄放出ですね。え、IEA のもで、西側を中心に備蓄を放出をするというふうに宣言をしています。日本もですね、まあその方針に習って、まあ放出をするというふうに宣言をしているんですが、問題はいくつかやっぱあるんですね。 世界全体でロシア産資源の流通量減少をカバーできる期待は膨らんでいて、需給逼迫の回避をする期待があって、下落圧力にかかっているんですけれども、ただ、いくつか問題があってですね、そもそも彼らですね、備蓄放出だけでロシア産の供給量減少をカバーすることができないということですね。ロシアというのはですね、おおむね、日量500万バレルの原油を輸出をしていると言われています。 しかし、半年間ですね、IEA のもとで備蓄を放出するというふうに言ってますが、計算上は日量を133万バレルぐらいなんですね。足りていないと。備蓄を放出をしても、需給逼迫が終わらないと、まあ、収まらないということですね。加えて言えば、備蓄放出というのは、在庫を放出をすることですので、放出できるものがですね、減ってしまった場合は、それ以上放出ができないと。 いう点もあります。つまり、限界があるということですね。生産はですね、投資をすれば、埋蔵量があれば、どんどんとですね、何年でも生産でき,できますけれども、備蓄というのは限りがあるという点があります。なおかつ、今回というのはですね、半年間というふうに言ってますので、半年続けたら一旦ですね、まあ、打ち切りという話になるので、まあ、やはり生産にはですね、かなわないという点なんですね。ですから、備蓄放出による下落圧力はかかってはいるんですが、 それほどですね、強い下落圧力ではないということですね。上昇が勝るということです。こういった部分もあってですね、原因相場につきましては目先上昇というふうに考えています。ではですね、前編と後編をまとめた話ですね、過去を否定をし、花の山に向かいましょうということです。こちらですね、投資家として遵守したいことの3つですね。 3つを遵守しましょうということです。これができればですね、新しい常識にのっとって投資活動ができますということを私は思っています。そして、この3つを守っていけばですね、新しい常識です、ね、過去の常識にとらわれた多くの人が通らない裏の道を行くということでですね、引いてはそれが花の山に行き着く方法になっていくんだと思います。で、簡単なんですね。つまり、この3つというのは、 密になってはいけない3つのことを否定をすればいいだけなんですね。ですので、材料を俯瞰をするということは過去の常識、禁止眼的に見る過去の常識を否定をすればいいんだと。今を凝視するということは過去の成功体験を否定することなんですと。人に流されたことですね。こちらにつきましては、集団心理を、ね、否定をしようということなんですね。ですので、 この3つを守るということは、この3つを否定をするということなわけで、この3つを否定をすることによってですね、新しい常識を投資をすることができて、花の山に行き着く可能性を高めるというふうに思っています。ぜひですね、こちらの3つを意識をしながら、日々の投資活動に邁進していただければと思います。では、最後ですね。これはまあ余談なんですけれども、 化学肥料関連の銘柄を紹介をします。まあ、個別株ですね。えー、なぜ個別株,株と言いますと、こちらなんですね。化学肥料に関連をしています。でえー、昨今のですね、そのあのウクライナ情勢の悪化を受けて、えー、エネルギーですとか、金属ですとか、農産物ですとか、様々な価格が上がっています。が、一つですね、注目点がありまして、実はですね、ロシアと、えー、ロシアの同盟国であるベラルーシと、 いう国というのは、実はですね、この化学肥料の使用な一国なんですね。で、カリ肥料と言い,いまして、カリウムですね。そのカリ鉱石から取れるカリウムを使ったですね、そのカリ肥料というのがありまして、これはですね、植物が生育する上で、植物自身がですね、土から吸収することが難しい。なおかつ、生育していくためにですね、必要な栄養分と言われているカリですね。カリウムというものを 効率的に吸収できるようにやっている。いのがですね、その価格肥料なわけなんですが、そこの仮肥料について、ロシア、ベラルーシがその主要なですね、予測になっています。世界の1位はカナダです。カナダ、ロシア、ベラルーシですね。2位、3位なんですね。輸出額のシェアで言いますと、2020年はおよそ20%だったんですね、高かったんですね。で、実はこのですね、ロシア、ベラルーシというのは、 どこに化学肥料を輸出をしているのかと問われますと、1位がブラジルですね。2位中国です、ね。そしてアメリカということで、主要なですね、農産物の生産国に対して、この化学肥料をこの国々が輸出をしていると、まあ、こういう現実があるんですね。で、目下ですね、ロシアがそうしているように、西側にですね、有利にならないように、 資源の囲い込み、出ししぶりを今強めています。ベラルーシもですね、ロシアと思いを同じくする国ですので、こういった国々が西側に対してですね、出ししぶりをどんどんと進めていけば、世界全体的に化学肥料が足りないと、農産物の生育が困難になっていくと、まあ、こういう連想がまさに今ですね、働きつつあるわけなんですね。 でその時に、じゃあ、ロシアとですね、ベラルーシから肥料が出てこないとなればですね、今あるですね、その他の国々において、化学肥料をたくさん作るとか、たくさん販売するとか、あるいはですね、種ですね、種を作って販売するとか、ということでですね、ロシアとベラルーシ以外の国々の化学肥料に関する企業が、どんどんとですね、そのビジネスを活性化させていくという連想が働くわけなんですね。まさにこのグラフの通りに、ロシアですね、 このウクライナ侵攻の後なんですが、日本で言えば、一産柄ですね、魚の種がどんどんと上がってきています。こちらですね、海外なんですけれども、ニュートリエンという株価がどんどんと上がってきていますと。まあ、この点というのがですね、まあ、やはり、ロシア、ベラルーシが価格肥料の使用輸出国であって、 供給量が減少する懸念があってですね、そこを補うためにビジネスを活性化させていくと、まあ、こういう連鎖が働いていて、国内外の価格肥料関連の企業の株価が今まさに上がっていると言えると思います。もっと言えばですね、ウクライナ情勢が沈静化しない限りはですね、こういった企業の株価というのは上昇していく、上昇する可能性があると私は考えています。要注目と思っています。では、 今回は後編、コモディティ投資で勝つために必要なことと題しましてお話をさせていただきました。次回もどうぞよろしくお願いします。